多くの人々に愛され続ける司馬太郎の街道を行く。その魅力の一つは共に旅をした画家たちの挿絵にあります。鮮やかに彩色され豊かな味わいを持つ数多くの原画とともに、もう一つの街道を行くの世界を描きます。1971年、週刊朝日の連載として始められた司馬太郎の街道を行く。25年にも及ぶ連載のうち19年間司馬太郎と共に旅をし、その気候に寄り添うようにして2000枚に近い挿絵を描き続けたのが画家須田国太です。須田画伯と初めてお会いしたのは街道を行くの最初の旅で、近江の朽木街道に同行した時であった。以後この人と旅をし、やがてそれが作品になって現れてくるという二重の楽しみに引きずられるようにして旅を重ねるようになった。街道を行くは私にとって義務ではなくなり、その都度須田国太という人格と作品に出会えるということのために山肥に入り込んだり、谷間を押し分けたり、寒村の軒の庇の下に佇んだりする旅を続けてきた。挿絵の制作は1990年、須田国太84歳の死の年まで続きました。須田国太は大胆で力強い画風で知られた画家です。絵画の枠組みや画壇の常識にとらわれることなく、常に自由奔放に生き描き続けました。東大寺楽景供養、街道を行く奈良散歩の挿絵です。須田国太は色紙を切り刻んで画面に散らすコラージュの手法を使って華麗な天平のイベントを再現しました。本来モノクロで掲載される雑誌の挿絵でありながら、須田国太はほとんどの作品を画種で描きました。ガッシュというのは水彩画の一種です。全力で描かれたこれらの作品は単なる挿絵の域を超え、豊かな味わいを感じさせます。須田国太は1906年埼玉県吹上に生まれました。10代で画家を志し、浦和に出て独学で絵を描き続けます。その後関西に移り、奈良では仏像や古い建築の写生に没頭します。すでに40歳近くなっていた須田国太はここで新たな飛躍を遂げました。街道を行く第一回、古生の道の挿絵です。
画面いっぱいに描かれた司馬遼太郎。須田国太は作家司馬遼太郎の眼差しの彼方にあるものを画家独自の感性で捉え描いていきます。街道を行く湖西の道は近江の国滋賀県を訪ねる旅です。近江というこのあわあわとした国名を口ずさむだけでもう私には詩が始まっているほどこの国が好きである。京や大和がモダン墓地のようなコンクリートの風景にこちこちに固められつつある今、近江の国はなお雨の日は雨のふるさとであり、粉雪の降る日は川や湖までが粉雪のふるさとであるよう匂いを残している。近江の地で司馬遼太郎は遥か昔朝鮮から渡来した文化の痕跡を探していきます。日本民族はどこから来たのか、道を歩きながらひょっとして日本人の祖系のようなものが嗅げるならばという期待とともに司馬遼太郎は旅を進めていきます。北小松の家々の軒は低くベンガラ格子が古び、川屋の扉までベンガラが塗られて、こういう漁村がふるさとであったならばどんなに懐かしいだろうと思った。私の足元に溝がある。水がわずかに流れている。村中のこの溝は堅牢に石囲いされていて、おそらく何百年経つに相違ないほどに石の表が摩耗していた。石垣や石積みのうまさは古生の特徴の一つである。いい石組みですなあと須田国太氏は溝を覗き込んでしばらく動かなかった。日頃自分から旅をすることのほとんどなかった須田国太にとって、司馬遼太郎との旅はかけがえのないものとなりました。新しい土地での発見、多くの出会い、須田国太の作品もより豊かなものとなっていきます。湖西の道を北に向かうと阿戸川に出会います。墨絵を思わせるモノクロの色調が諸島の空気を映し出す須田国太の阿戸川風景です。阿戸川の河口を西に折れると長い谷が伸びています。かつて越前攻めに敗れた織田信長敗走の道、朽木街道、須田国太は黒々としたタッチで描きました。湖西の道の終わりは朽木谷の名刹高勝寺。司馬遼太郎の肩に粉雪が降りかかります。1983年の訪問インタビュー造形への放浪で須田国太は司馬遼太郎との出会いについて語っています。街道行くは私は一度も差しいとも思わんしね、はい、司馬さんは司馬さんで文でもってほらやるでしょ。で司馬さんはもう須田さん説明しなくもいいって、私の文がしてるからあなたはそれをこうね造形的にこの語ってくれればいいと言われるんで、
それでその時に司馬さんの言った言葉が忘れられないんだけど、須田さんね、今日本東京でもニューヨークでも世界の表玄関は皆もう文化が荒らされてね、つまり民族的な原点はもう破壊されて、はい、そしてその世界文明のような均一のがねどこでもあって、私はあれはあまり好かないと。だからこれから行くところがもしその民族のかけらのようなもんでもあったら、これは嬉しいんだという、その民族のかけらって言葉が私非常に気に入っちゃったね。なるほど。それでだからその時須田さん、主人公は出ませんから、これはそこで出た瓦掛けでもね、そんなものを書いてくださればいいんだと、うん、司馬太郎が愛し終生住み続けた東大阪、かつては河内の国と呼ばれたところです。街道を行く河内道は司馬太郎の地元での旅、一行は南河内の寺高木寺へと向かいます。高木寺へ行くからと前日我が中河内の八重の里のタクシー会社に電話をしておいたのだが、同じ河内の中ながら高木寺という寺の在りかを知っている人は一人もいなかった。私は名前だけは聞いていましたと須田画伯は南に向かって走り出した車の中でそう言った。車は二重山と葛城山の間にある平石峠を目指して進みました。真言宗立院高木寺、縁の行者が開き弘法大師空海の滞在したとされる由緒ある寺です。本堂の裏を回って奥山に入った。わずかに登るだけで山壁にぶつかった。山壁は巨岩でできているらしく、そこに祠がある。岩船神社ということになっているのだが、明治の神仏分離以後寺としては信仰上の縁が切れてしまっているらしく、祠までの石段も小道も草で覆われてしまっていた。この寺の開祖は縁の行者ということになっているから、この祠は古代の葛城信仰の痕跡なのであろう。この痕跡は空海がこの寺に来る前からこの峰が上大臣の神聖地域として信仰の対象だったに違いないことを物語っている。うっそうたる樹木で昼なお薄暗い境内には匂いの強い草花が群生しています。この山には高下が多いと空海が感嘆して高下の山と呼ぶうちに、やがて高木寺という地名ができたといわれる言い伝えは、どうやら私どもを欺いていないようである。須田画伯の目は忙しそうだった。あちこちの黒ずんだ下草の群落群落が須田さんにとって誰よりも頼りになる友人たちのようで、ミネソタのヤング百姓が農薬をまいているような格好をして、この神代さながらの岩船の苔むす樹林であちこちしゃがみ込んでは高下を嗅いで回っているのである。そうですか、高下の山ですか。須田さんは振り向きざまに微笑した。肥薩の道は阿蘇が白煙を上げる肥後の国熊本から山越えで薩摩鹿児島へと向かう旅です。西南戦争の古戦場田原坂、西郷隆盛の薩摩軍と政府軍との戦闘で
壁に無数の弾痕が残る家があります。司馬太郎は田原坂で薩摩軍の敗北と強大な明治政府成立の歴史に思いを馳せ、その傍らで須田国太は激戦の証の品々を詳細に写し取っています。南国の太陽の下で山肥がくっきりと描かれた須田国太の桜島。一行は鹿児島に入りました。司馬太郎はこの地で旧知の人物を訪ねます。苗代川に住む陶芸家陳寿観さんです。豊臣秀吉の朝鮮出兵のあと薩摩に連れてこられた陶工たちはこの地で窯を起こし薩摩焼の伝統を伝えてきました。陳寿観さんはその14代目の当主です。本当にあの釜の火を見てるとね、すごくこうナイーブなね、悲しい気持ちになっちゃうんですよね。だから重い薪をこうわーっと投げ込むでしょ。それがねもうパチパチっと外側が燃えるとやがて幹が出てきて、その幹にね紙の甲みたいな亀裂がダーッと入っていくんですよ。しばらくするとその亀裂が炎を上げて燃えて崩れてね、あっという間に薪の形が消えていくんですよね。その薪の命の儚さというのがとても哀れに思えたり。須田画伯があの人は西郷さんですねとそれだけ言った。出武将の須田さんは薩摩には初めて来たわけだし、また思想という抽象度の高い世界を好む須田さんは具象性の強い政治家像には全く興味を持っていない。どうやら須田さんのイメージの中の西郷は具象の世界の人ではなく、思想の核でもって結ばれた西郷像のようだった。しかし思想像というよりもっと血が通っていて、要するに天命を知った明るさを持つ人格そのものが芸術的な人だったという感じのようで、西郷の重要な側面を見当てていなくもない。平安の初め、伝教大師最澄が開いた比叡山延暦寺、以来1200年の歴史を持つ天台宗の総本山です。司馬太郎はこの地で最澄について思いを巡らせます。人は皆仏になるという最澄の思想と愚道一筋に生きた人生に強い共感を抱いたのです。最澄は哲学的情熱と透明度の高い論理を持ち、自分という特殊な人間から自分を外して普遍的な人間を見るという点で優れた資質を持っていた。また彼が大きな宗教者であることは、自分が救われたいという欲求がそのまま彼の内部では人間一般が救われねばならぬということと不利に重なっていることであった。最澄は自らが中国より持ち帰った天台教学の完成を見ることなく56歳で世を去りました。司馬太郎は最澄の無念さを思い、志半ばで倒れたその悲運を悼んでいます。
この新山幽谷の秘影で須田国太は何を見ていたのでしょうか。おぼろに描かれた人影はまるで夢の中の人物のように見えます。深い森を一人行く白装束の行者。大胆に構成された画面はまさに須田国太の比叡山幻想です。福田徳郎さん、少年時代比叡山で修行したお坊さんですが、本職は長い間新聞社のカメラマンでした。福田さんが12歳から22歳まで10年間修行したのがここ無動寺谷です。比叡山には谷が多い。その谷々に比叡山の学問と文化信仰が沈殿して中世に発達し、今日までその伝統が裾を引いている。これらの谷々にかつては三千坊と呼称された多くの僧坊があったが、今はそのほとんどが廃れている。尾根に住むと風が強いが谷に住むと風が防げますと、東道の無動寺谷でかつては小僧だった福田徳郎氏が教えてくれたことがある。司馬太郎が比叡山の旅を思いついたきっかけは実は福田さんでした。新聞社勤務の福田さんが比叡山で5年ごとに行われる法華大会という僧侶の試験を受けることを知り、その行事をぜひ見たいと考えたのです。法華大会とは平安朝以来1000年以上続く天台宗僧侶のための試験です。5年に一度全国から集まった受験僧が法華経をめぐって試験官と問答を交わすのです。ただしこの儀式は一般の人々が見ることを許されないものでした。福田さんの縁で特別に道内に入ることを許された司馬太郎と須田国太、二人は人間でないものとして席に連なることになりました。すなわち魑魅魍魎です。司馬さんがその私が受けるというのを聞き込んでて、私の雑談の中から聞かれてぜひやりたいとおっしゃった時に、須田さんを無理やり誘うんですね。で須田さんにですね、私たちが人間はここに入ったらいかんことになってるので、その魑魅魍魎に ならなきゃいけないって言ったら、須田さんあの大きな体でね、私はあっちはその魑魅魍魎にはなりませんと、人間ですからと言ってですね、大真面目にそのお堂の隅っこの方で小さく丸めて、もう虫のようになって絵を描くのもいけないだろうと思って、こう息を潜めておられたというんですが、
遊女の図を制作する83歳の須田国太です。色紙のコラージュは画面に独特な立体感を作り出しています。須田国太の手法は実に多彩でした。須田国太35歳の作品「老人像」、すでに刊典で特選を取り新進画家として注目され始めた頃の作品です。奈良滞在中の傑作「心象」。怒髪天をつく像に須田国太の気迫がみなぎります。1950年代須田国太は一転して抽象に向かいました。当時関西の美術界は新しいアートの創造を目指す前衛芸術家たちの熱気で燃えていました。そんな中で須田国太もますます抽象に傾斜し、サンパウロをはじめ数々の国際美術展に出品し高い評価を得ていたのです。抽象を書くことは具象を書かないと、で具象を書くことは抽象を書かないって言葉も言われますがね、で僕はそこにね、具象を書いたっていいじゃないか、抽象を書いてみて、ただし抽象の時は抽象的に絶対的に行けばいいでしょ。だからお互いが両方拒否しながら平行線で行って、どこまでもこの平行線で行くところに妙味がある。だから男と女に変えてもいいのよ、はい、男と女っていうのは本来はねあくまでこう平行線で行くもんなんですよ。である時ちょっとこう2つが結合して子供ができて、でその子供ができたところは創作でしょ。絵だと同じなんですけど、具象と抽象両方が何かね、その一つの、それで私は実はなんですね、まあこの絵をやりだして今日ね、まあ19歳ぐらいからやってんですから50年近くやっててね、あのお前何してんだと言われるぐらいですがね、その未だにね、分からない、で分からないし、未だにまだその作品が どういくのやらね。須田国太は抽象具象という絵画の枠組みや境界など軽々と飛び越え、自在に行き来しながら須田国太そのものの表現を作り上げていったのです。少年の日にモンゴルに憧れを抱き、大学でモンゴル語を学んだ司馬太郎にとってモンゴルは特別な場所です。この旅で初めて異国の地を踏んだ須田国太にとっては全てが驚きと感動でした。大草原、砂漠、そして星空。その感動が須田国太に数多くの優れた作品を描かせたのです。ゴビ砂漠でのあるよ
散歩に出た司馬遼太郎は満天の星の下で須田国太と語り合います。赤ん坊の時の記憶というものを信じますかと須田さんは言った。2歳の時です。まだお若かった母君に抱かれて村の祭礼に行ったという。その時抱かれて見上げていた星がこれと同じでした。栄治の目に刺すように飛び込んできた星影が驚くほど大きい感じで、栄治の須田さんはあの星を取ってくれと難かったという。この星なんです。どの星ですか。これ全部の星です。あれは本当でした。司馬遼太郎、須田国太にとって宇州山形は初めての土地です。芭蕉の句に導かれるようにして二人は奥の細道の後をたどりました。繭履きを面影にして紅の花。須田画伯は紅を見たがっている。紅花はどこで栽培されているんですかなどとタクシーの運転手にしきりに聞いていた。画伯には強靭な記憶力があって、奥の細道がほぼ完全に脳細胞の中に入っているらしく、しかも芭蕉が尾花沢で紅花を見て驚く様まで脳裏に動いているらしい。須田画伯は宙で口ずさんだ。眉履きを面影にして紅の花。画伯は食い入るように花弁のあたりを見て、花の首のところに額のようなものがついています。眉履きを面影にして紅の花というのはやはり実物を見てみなければ分かりません。眉履きとはかつての化粧道具の一つで、おしろいを塗った後眉の部分のおしろいを除くために眉履きを使った。この句での紅は染料用ではなく口紅用である。面影というのは美しい日本語だが、殺風景な意味解釈をすれば連句の述語に過ぎない。故事や故歌を重ねて意味を複雑にしようとするとき、そういうやり方を面影にするというのである。しかしそういうように意味解釈してしまうと元も子もなくなるほどに、この句は封印と交渉の調べ、リズムだけで堂々たる詩になっている。面影という日本語の底はかとない気分で捉えて感じる方が、この句の理解に最も素直な態度と言えるかもしれない。司馬遼太郎にとって今回の山形への旅の目的は最上川を見ることでした。芭蕉の最上川の句のイメージをうつつの中で眺めたいという思いからです。さみだれを集めて生やし最上川芭蕉。ずんずんと夏を流すや最上川四季。最上川上流の岸辺で司馬遼太郎は考えます。芭蕉と四季、この二人ほどの卓抜した技量をなくしてこの堂々たる最上川を表現することは不可能だと。最上川から山形へ、街道沿いには古い農家が点在しています。
須田国太はどっしりとした屋根の風格や古い民家の趣を渋い色調で写し取っていきます。山形市の中央を流れる真見ヶ崎川の河原で写生をしているのは遠藤健太郎さんです。遠藤さんはかつて神戸に住んでいた頃、国画会という画家グループで須田国太と知り合いました。その遠藤さんにある日、須田国太から電話がかかります。いや、実はその最上川とかその芋煮会のようなところも描きたいということだったのでですね、この河原にその先生をお連れしたわけです。ちょうど土曜日で、今日のようにその晴れた日でしたけれど、この河原一面にその芋煮をやってる人たちがおってですね、さすがに先生もね、びっくりしてました。どうしてこんなにね、河原に人が集まって、一体その何を食べてるかっていうことなんですね。山形名物芋煮会、家族や友人、職場の仲間たちが河原で大きな鍋を囲み、東北の秋を楽しむ行事です。何枚も書きましたね。こうやってその釜を持ってですね、こうやって力いっぱいその名札書きをするんですね。それで書いた後ですね、とことことこの河原に降りてきてですね、それで芋煮のところの人と話なんかしてましたね。でみんな芋煮会ですから、来た人にみんな土地の人がね、ごちそうするんですけど、それで食べてですね、おいしいなーなんてこと。白い波頭が激しく吹き寄せる対馬の海辺、九州の北、玄界灘に浮かぶ小島対馬は朝鮮半島に最も近い島です。国境のない遥か昔、人々は自由にこの海を行き交い、交流を重ねてきました。司馬太郎の対馬の旅は壱岐を経て船で対馬の東海岸にある厳原港に入るコースです。荒れる玄界灘を越えるつらい2時間の船旅でした。この旅には司馬太郎の2人の友人が同行していました。今は亡き作家のキム・ダルスさんと在日一世の考古学者李珍飛さんです。しけているほどではなくて大きなうねりはあったんです。ですけれども司馬さん以下全員ダウンしたんですが、スタッフ博だけケロッとしておられる。みんなでどうして酔わないんだろうかということを盛んに議論したことがありますが、やはり、スタガークは自分の興味のあること以外には全く関心も示さないし、体もついていかないんじゃないかという結論に達したほどでした。江戸時代、朝鮮通信使を迎えた城下町厳原には今も古い武家屋敷の一角が残っています。一行は神坂と呼ばれる小高い丘の上から阿蘇湾の展望を楽しみました。通称溺れ谷、島のように見える無数の半島が複雑に交錯した独特の景観です。
対馬へ来る前に、福岡のグランドホテルで泊まったんですけれども、その時に、私はもう想像もしなかったんですが、須田国太さんがこの金太郎さんに、絵を描いてあげると言って、これをものの5、6分描いてくださいました。私も覗き込んでおりましたら、君も描いてあげるよと言って、これはものの3分ぐらいで、描いてくださった。この見事な、私の若い頃の、あまり顔つきの良くないのが出ておりますけれども、須田さんは大変小学校に入る前の幼稚園の上級生みたいなお方で、自分が感動しますと、もう手くても動かそうとしてもこう動かない、そこの絵を自分のものにして描いておられたと。今度の旅で一行の案内役を務めたのは、島の最も古い家柄の出で対馬古代史の研究家の長留久江さんでした。私は雑誌の挿絵になったのは初めてですけれど、見てね、俺こんな形かと思って、しかし考えてみますとね、本当は俺っていう人間は本当にこんななんだろうなとつくづくと思いましたよ。長留さんが生まれ育った対馬西海岸木坂の風景です。家々の塀は美しい石垣で囲われ、強い潮風から住まいを守っているのです。対馬の西海岸は遥か朝鮮に向かって腹を出したような形になっている。山を越えてこの海辺木坂まで来ると、日本国が尽き果てたなお先の絶海のただ中にあるという思いがいよいよ強くなる。木坂の集落も閑さびて寂しい。家々の板壁や門柱が外洋の潮風に吹きさらされて、彫塑されたように木目があらわになっている。石垣沿いに歩いていると、そういうことまでが木坂の村からの物錆の匂いの一要素のように思えてくる。しかし考えてみますとね、対馬が生きていくためには、これはもう隣国との交わりを抜いてないんですよ。だからね、隣国との関係の良かった時代は対馬は比較的豊かだった。しかし国境を閉ざされた時代が日本の歴史の中で何度かあります。平安時代、徳川時代、この時の対馬って本当に惨めなんですよ。これは食料の自給自足もできないところなんだから。同行の金ダルスさん、李仁飛さんはそれまでにも何度か対馬に足を運んでいました。韓国がパクチョンヒ政権下にあった1970年代、反体制の立場にいた李さんたちは故国へ帰るに帰れぬ状況でした。せめて祖国の山並みでも見たいという思いで、朝鮮半島に最も近い対馬の北端までやってきていたのです。はあ、今日はダメだ、見えない。はあ、そうですね、金太郎さん、それから私、京都の友人がここまでちょうど今頃やってまいりましたが、全く京都同じように見えませんでした。それからやはり秋口になって、高気圧が張り出す時に朝鮮がよく見えるということは分かってたので、その年の秋、それからその翌年も参りました。旅の途中、対馬西海岸御前浜でのことです。
すでに初冬のその日、激しい西風で海は荒れていました。李仁飛氏はこの海岸線で朝鮮を見てしまったらしい。私は気づかなかった。わずかに仰んでいる水平線に雲でもないらしい半透明の陸地の影がうっすらと浮かんでいたというのである。確かですか？確かにそうです。あれは巨彩島でしょう。ふるさとなんてつまりませんよと、かつてキムダルス氏らと山陰地方に古代の砂鉄製鉄の跡を見に行った時、須田国太画伯がなだめたことがある。画伯は中山道の砂ぼこりの立つ武州熊谷材の吹き上げの人で、長く浦和に住み、30代の終わり頃に初めて上方に来て、以後30数年の間一二度しかふるさとの吹き上げに帰っていない。この場合の画伯は肝が太すぎて、つい日本人におけるふるさとと在日朝鮮人一世における朝鮮とを一緒にしている。例えば吹き上げの付近に岩殿観音で知られた物見山という丘陵があるが、その丘陵を対馬に見立てるとし、そこまでが日本領であったとしたらどうであろう。物見山の北方に国境線があるとして、その線の北方の吹き上げまで帰ろうにも帰れないとすれば、ふるさとというイメージが心象的にも思想的にも変化するに違いない。が哲学としては私は画伯に加担する。しかしそれを言うには勇気がいる。司馬遼太郎、須田国太、二人の旅はこのあと福井から奈良へ、さらにポルトガルへ、アイルランドへと続きます。司馬遼太郎の珠玉の紀行文学「街道をゆく」。共に旅をし、数多くの挿絵を描き続けたのが画家須田国太です。鮮やかに彩色され豊かな味わいを持つ須田国太の原画とともに、もう一つの街道をゆくの世界を綴ります。連載回数1147回、25年にわたって書き続けられた
司馬太郎の街道を行く。国内国外72の街道を訪ねる壮大な旅のパートナーとして19年間挿絵を描いたのが画家須田国太です。須田国太は1990年その死の年まで制作を続けました。公表のうちに回を重ね10年目を迎えた街道を行くは越前福井県への旅です。一行は越前焼のふるさとを訪ねて入山地宮崎村へと向かいます。この旅ではいつになく須田国太が道案内を務めました。入山地へは竹布の町から西へ入った。黒い杉に囲まれた集落が田園のあちこちに見られるようになる。杉の黒さが冬ごとに耐える雪錆の色かと思えたりする。途中に散在する越前風の民家の軽快な屋根の勾配、白壁に縦横の構造材を露出させている力学的な感じは何とも言えずいいものである。ずいぶん越前民家が滅びずに残っていますねと須田画伯に話しかけると、画伯は残っていますとすでに見た映画に人を案内しているようなゆとりを持ってうなずいた。自ら旅をされるということはめったにない画伯ながら、この産地ばかりは何度か訪れておられる。この辺りは宮崎村天です。古代の末期の窯跡が数多く残る宮崎村。この村の一角に越前陶芸村があります。日本各地から多くの陶芸家が移り住み制作しているアーティストビレッジです。須田国太も何度か訪れて陶板を焼いていました。越前陶芸村の福井県陶芸館に陳列されている壺や亀、鉢、小壺、徳利の類を見ていくと人格を感じざるを得ない。口をぽっかり開けて空を見る壺、追い崩れて笑ってばかりいる亀、山里の庄屋の女隠居を思わせるようなお歯黒壺、木の下でうずくまる老いた木こりのような壺など、さまざまな死体と精神がそこに並んでいる。小越前と呼ばれる古い越前焼は長い間忘れられ、戦後になってやっとその存在が知られるようになりました。日々の暮らしの中で使い込まれた日用雑器の素朴で力強い美しさに司馬太郎も須田国太もすっかり魅了されました。越前陶芸村からほど近い小田町平、ここに和墨と呼ばれる昔ながらの方法で亀や壺を焼いている人物がいることを聞き、司馬太郎は出かけていきます。藤田十郎右衛門さんがその人です。最初の土の塊は底土と呼ばれる。大亀の底の部分を手で作った。大すり鉢ほどの器がたちまちできた。両手が絶えず動いている。それとともに体も器の周りを回っていく。人間がろくろになるということはこのことである。ほんの15分ほどの間に
人間が二人ほど中にしゃがめるほどに成長してしまった。さらにこの後にも工程があるのだが、十郎右衛門さんは途中で手を止め、こちらを向いた。分かったでしょうとは言わず、目元に笑いじわを作っただけで、その意味のことを表現した。平安時代の技術が生きてそこに動いている。十郎右衛門さんは自分の仕事に充足しているようでもあり、変に寂しそうでもある。こんな遠いところまで二度も来てくださったことは、ほら本当にもうこっちは感激して、もう上がって藤田さんはその時目にした司馬太郎と須田国太二人の様子を語ってくれました。まああれ息が合ってるっていうか、まあいいコンビだなっていう。結局なんじゃないですか、司馬さんがここを絵にしてほしいなという気持ちがもうすぐ伝わるような、そんな仲じゃなかったかなと思うんですが、越前峠村に住む画家清水正作さん、須田国太とは古くからの友人である清水さんは、街道を行くの仕事が須田国太にとって大きな転機になったのではないかといいます。あれから随分変わりましたね。あれはやっぱり司馬さんのおかげだと思いますよ。あの人ね、あれ一人で旅行できるような人じゃないんですよ、ね、だから60ぐらいですかね、60近くなってから始められた、あの須田さんがね。でそれから、まあ、普通だったらもう60になったらだんだんダメになるんですけれど、それから良くなりましたからね。司馬太郎にはかねてから九頭竜川沿いを上下しつつ越前を旅したいという思いがありました。曹洞宗を開いた道元ゆかりの寺宝鏡寺を訪ねることも旅の目的の一つでした。私どもは越前の山中に宝鏡という宋の年号を自号とする寺を訪ねようとしている。洛陽に生まれ浙江省の天道山で修行し、そこで道元と巡り合い、日本に来て越前山中の宝鏡寺で没した宋若円の余風を感じることができれば一層にありがたい。今からおよそ700年前、中国人の宋若円が開いた宝鏡寺。若円は中国天道山で修行中の若き道元に出会い深く傾倒しました。その後道元を慕ってはるばる日本までやってきて、生涯道元に仕えたのです。若円は道元の死後この寺を開きました。宝鏡寺では今も若い雲水たちが俗世間との交渉を絶って修行に励んでいます。香炉直しという作務を行う雲水たち、日常の雑務も重要な禅の修行なのです。宝物館にご案内しましょうかと若い雲水が言ってくれたので、喜んでその後に従った。中に入ると陳列棚のガラスを通して、私どもが複製品で見慣れている道元禅師の画像一幅がかかっているのを見て驚いた。この画像はこの宝鏡寺が所蔵していたのかという驚きがあった。おそらく若円自身が生涯所持し身辺から離さなかったのであろう。このことは若円の心を知る上で私にとって強い衝撃であった。
須田国太の描いた道元像です。須田国太は40代で道元と出会いました。それはまさに運命的なものでした。彼は道元の思想に創作の原点を見出し、以後道元の心水者となったのです。消防現像っていうのはね、僕らが今なおのこの青二歳のね、我々が論じられませんが、ただ私なりに解釈するとね、純粋な実践体験行動なんですね。焚き木は灰となるという有名な文句の中にね、焚き木が灰になるんですがね、なったんだけどね、ただじゃならないでしょ。火をつければ、でその火をつけるってことは人間のエネルギーがね、ただしてたんじゃダメで、火をつけるというのはそこにその実践行動したこと、ね、実践行動というのは否定精神なんでね。で、否定精神というのは一種 の、 その破壊であり、そしてそれが創造であると、ね、やっちゃわなきゃいけませんと武州熊谷弁丸出しで言う。やっちゃうというのはこの人の造形論である。こう書きたいと思ったことはためらわずにそう書く、あちこちに遠慮するな、無我夢中でやればよいという。本来無一物ということが規定にある。中国江南の旅は蘇州から商工へ、そして寧波へと巡ります。古い町並みと人々のざわめきの中で、中国という国と民族について思索する司馬遼太郎。その傍らで須田国太の筆は伸びやかに躍動します。大きな目玉をつけた中国独特の帆船ジャンク。寧波の港には無数のジャンクがひしめき合い、人々は船の上でたくましく生きています。須田国太のジャンクも風をはらんで走ります。須田国太の浸水する道元が若き日に修行した天道山。旅の終わりに一行は寧波から35キロの場所にあるこの地を訪れました。道元の都である須田画伯は聖火に戻った童子のようであった。階段を上り詰めると西洋のベルのようなチューリップ型の紋章があった。つきませんかと中国側の人が言った時、いつも自ら前へ出ることをしない画伯が珍しく大木槌を持ち、餅つきのように振りかぶったかと思うと激しく打った。鐘は無事鳴ったが、画伯は響き渡る煩悩コールの中でいつまでも噛みつきそうな顔をしていた。街道を行く南蛮の道はスペインを経てイベリア半島の西の端ポルトガルを旅します。日本に初めて西洋文明の刺激をもたらした海洋王国ポルトガル。司馬遼太郎は大航海時代を築き上げたエンリケ王子を忍びつつ、
リスボンの街を歩きます。リスボンでは丘の上に盛り上がった庶民街であるアルファマ街。丘の上の城から石畳の坂を下っていくと、狭い傾斜路の両側に何階建てかのフルアパートの密集したアルファマの市街になる。若い頃にここに来るべきでしたと津田画伯は言った。外壁に浮き出ている何百年を経たシミ、油彩で表現しがたい質感、銃眼のように単純にうがたれた窓、日光がしぶきのように跳ね飛んでいる石畳、青ペンキの剥げた扉、洞窟のような暗さをたたえている絵画の部屋、時に絵画の窓を額縁のようにして老人が上半身を露呈してこちらを見ている中を画伯は歩き続けた。美的感動が表情を驚くほど若くしていた。ワッチは一生住みます、もし20代ならということである。大陸の果てるところ、大海の始まるところと16世紀ポルトガルの詩人が歌ったサグレス岬、イベリア半島のテーブル状の大地が突如断崖となって海に崩れ落ちる岬を司馬太郎と須田国太は歩きました。司馬さん、青天の霹靂とはこのことですと叫んだ。見ると鋭くひし形に割れた扁平のクリーム色の小石だった。しかし小石に過ぎない、グレコそっくりです。さらに画伯は拾い続けてポケットがいっぱいになった頃、今度は元の地面に戻すべく一つずつ落とし始めた。ヨーロッパが減るといけないからというのが理由だった。画伯の実感は私にも伝わった。16世紀以来私どもの文化を刺激し続けてくれたヨーロッパは、それが尽きるサグレス岬まで来てみると、もう地面がこれっぽっちしかないのかというか細い思いがしてくる。ともかくも画伯は小石を捨てた。私どもの旅は小石がサグレス岬の狭い地面に落ちた時に終わった。須田画伯と奈良に行くのは2度目である。結局は旧奈良市域に尽きるんですねと画伯に言ったことを覚えている。それも東大寺ですねとも言ってみた。須田さんは遠い目をした。わっちも奈良時代が好きです。県吹上生まれの須田国太が関西に移り住んだのは30代半ばのことでした。奈良では仏像や古い建築の写生に明け暮れる日々の中で、東大寺の上司海運氏をはじめ多くの友人たちに巡り合い、須田国太の新たな画境が開かれていくのです。上司海運氏は須田国太に自らの塔頭である観音院の土蔵をアトリエとして提供するなど、物心両面で須田国太を支えました。奈良時代のある日、東大寺境内で写生をしていた。ついでながら須田さんはイーゼルを立てて描くことが身ごなしとしてできないらしく、アトリエでも野外でも
背を丸めてカンバスを左腕で抱え込み、イノシシが芋畑を掘り起こしているような格好で描く。日が傾いてきてもやめなかった。ある日、白母の境内を急いで歩いていた故上司海運氏が血相を変えて南大門を描いている画伯を見て驚き、警備の人に、あの人だけは夕方閉門後も多めに見てあげなさいと耳打ちしてくれたらしい。司馬遼太郎は東大寺境内の二月堂界隈の風情をことのほか好んでいました。街道を行く奈良散歩ではお水取りの夜、二月堂を訪れています。東大寺では天平の昔からお水取り修二会という行事が境内の二月堂で主される。昔は陰暦二月に行われた。今は三月に主される。道内道外の闇はいてつくようである。行坊は夜を徹して行われ、明け方に及ぶ。深夜、二月堂の狭い床の上を木靴で走り、また羽板の上に自分の体を投げて五体投地をやる。あるいは脱藩という語彙不明の激しい行坊では、道内で松明を旋回させて周りに火の粉を降らせるのである。炎が人の御丈ほどにも上がるこの大松明を蓮行衆が一人で振り回す。長さは10メートルほどもある。普段ならとても持てそうにないものだが、火が人を興奮させるのかもしれない。奈良元郷寺、須田国太は天平建築の傑作といわれるこの寺の僧帽が気に入り、何度となく訪れています。1987年、ここで須田国太のついたて展が開かれました。須田国太は1960年代書を書き始め、文字による新たな造形を試みます。いやいや、初めて見た時はびっくりしましたですね。で、言葉自体は非常にこう考えて書かれてまして、これは摩訶止観というあれですね、天台宗で特に、天台智義という人が特に言っている言葉ですけども、あの先生はいろいろ説教してくれるんです。道元さんのお話やとか、いろんなお話をされましたんですけど、字をこれ見ました時ね、こうなんか失敗したようなとことかですね、こう子供の字と大人の字というよくアダルトとチャイルドというのをその時もお話しされましたんですけどね、自分はどちらかというとチャイルドであって、でアダルトとチャイルドというのをあまり分けたらいかんねと、本来はそれをこう乗り越えたところにその本来のものがあるということを、それを本来目指していて、こう何て言うんですか、力強いっていうか、その字というのか絵というのか、これはほとんど絵と字との境目がないようなものなのかなと。しかしありがたいのは読めるというのが嬉しいですけど。街道を行くが回を重ねるごとに、須田国太の挿絵の愛好者も増えてきました。東大阪で
お好み焼き屋を営む大島洋さんは近所に住む縁で司馬太郎と知り合い、その紹介で津田国太の作品を数多く持つことになりました。そしてそれらの作品を展示するため1988年喫茶美術館を開設したのです。館内には壁一面に津田国太の抽象、具象、書などの作品が並び、小さな津田国太美術館の趣を呈しています。先生がお店へ直接見に来られて、そしてこのお好み焼き屋に私の絵が合うからということで、1点でなくて26点も寄贈してくださったんですけど、1点だけいうことでお金を柴先生を通じて用意もしてあったんですけど、欲しくないと、そういう店にお好みやたこ焼きやきつねうどんの大阪なにわのね、そういう店に自分の絵を描けたいといった初めての人だからね、店に私の絵が合うと思ってあげたんだから、お金を払って帰るんならもうみんな引き上げるって言われたんです、はい、館内の一隅に飾られた油彩の千枚田、津田国太が街道を行くで出会った高知県梼原千枚田の風景です。津田国太は気に入ったモチーフが見つかると何枚も同じテーマで作品を描きました。四国の山中、高知県と愛媛県の県境に近い梼原への旅、津田国太の千枚田はここで描かれました。私は道路の左側まで歩いた。足元は深く切れ込んで、向こうは空まで吸い込みそうなほどに谷が落ち込んでいる。その谷の向こう斜面は大きく盛り上がって、しかも壇上に刻まれていた。千枚田だった。須田さん、千枚田です。私に言われた時、須田国太画伯は背を反らせてしまった。こんな雄大な造形は見たことがないと大声を上げ、やがて画板を抱え込んで黒煙を走らせ始めた。この田見ました。私は誰にお礼を言うという相手がないまま町長さんに頭を下げた。千年来梼原の山々に刻みつけてきた先人の営みはこの田が明かしている。梼原の秋祭り。10月末、秋の収穫を感謝する神事が三島神社で行われます。そして夜、神社では新米を神々に捧げ、千年の歴史を持つという角山神楽が回れます。やがて一人舞になった。すさまじい鬼面をかぶってさまざまに所作をし、喜怒哀楽を激しく表現する舞で、神楽としては他に見ないものであった。いつの間にか町長さんが横に来ていて、これは山探しという舞で大切なものです、鉱山を探しているのですということだった。神話の舞も面白かったが、この山探しというのは人間の欲望が主題になっているだけに、生々しくもあり迫力もあって毛をされる思いがした。
飛騨へはゆるゆると行くことにする。街道を行く飛騨紀行は飛騨の匠のふるさとを訪ねる旅です。川沿いに広がる下呂の町、古くから知られる温泉郷です。私どもは山の中腹の古格な宿に泊まった。さすがに飛騨の匠のふるさとらしく見事な普請だった。特に部屋が良かった。私が泊まったのは品のいい京壁、単純化された遠山の欄間、それに欄間も柱も障子の桟もことごとく柿色の春景塗りで統一されていて、抑え込んだ華やぎがある。日本文化ですなあ。心の浮き立ちを覚えつつ、須田画伯の部屋を覗きに行ったり、画伯を我が部屋に障子入れたりして、柄にもなく束の間の好きに興じた。春景というのは人の名らしい。一説では14、15世紀ごろ堺に住んでいた漆工で、この塗りはこの人の工夫にかかると言われている。漆といってもぼってりと塗り重ねられた上手なものではない。木目などの木の生地の面白さを生かしている簡素なものである。一行は再び川沿いの道を北に向かいます。太平洋側と日本海側の分水嶺、標高782メートルの宮峠。峠を越え下っていくと宮村です。飛騨一宮水無神社、この地方で最も古い神社です。境内に入るとここも飛騨らしく建物がいい。本殿もよく絵馬殿もいい。ところで境内の一隅に神馬堂のようなものが立っていて、外から格子戸越しに覗くと古刹なばかりの木彫りの神馬が収められている。作は飛騨甚五郎とあり、それも少年の頃の作だということだった。これは飛騨甚五郎作に違いありませんと須田画伯が言ったが、おそらくその根拠は地節の中に見られる力強さであろう。しかし飛騨甚五郎という人は実在したのだろうか。日光東照宮の眠り猫、東京上の寛永寺の龍などで名高い飛騨甚五郎、司馬太郎は日本各地に残る飛騨甚五郎名人伝説の背景を探っていきます。日本の庶民は昔から職人、ことに名人への尊敬の念を持ち続けてきました。飛騨甚五郎は実在、非実在を超えた時代の真実だったと司馬太郎は書いています。飛騨古川、高山の北にある古川町は長い歴史を持つ町です。ともかくも古川町の町並みには見事なほど気品と骨格がある。観光化されていないだけに取り繕わぬ容疑や表情、あるいは人格をさえ感じさせるのである。町としては古川が古く、高山は後でできた。古川にあっては高山と同様飛騨風の2階建てが多く、町屋も微妙に軽快でかすかに重量感があり、これ以上のプロポーションを望めないくらいである。特に海上開花の格子戸が間口の長さを美しさとして見事に演出している。造り酒屋の家などは格子火の傑作かと思われる。
飛騨の匠の技が今も生きているこの地方の佇まいに、司馬太郎は日本文化の奥行きの深さを改めて感じたのでした。アイルランドに行きたいのはアラン島に行きたいからですと司馬太郎が書いた島アラン。ヨーロッパの西の端、アイルランド島のさらに西の海に浮かぶ米粒のように小さな3つの島です。アラン諸島の一つ、イニッシュモア島の船着き場、アイルランドの西海岸から45分ほどの船旅です。このアイルランドへの旅に須田国太は同行しませんでした。司馬太郎が気温の変わりやすい北国での高齢の画家の健康を気遣ってのことです。アイルランド気候の挿絵は同行したカメラマンの写真を須田国太が再構成して描きました。果てしなく続く石垣の道、島中に張り巡らされた石垣はかつてこの島に生きた人々の苦難の象徴です。島全部が石灰岩の岩盤でできているため、島にはほとんど土がありません。人々は本土から飛ばされてきたわずかの土を石垣で囲み、海岸に打ち寄せられた海藻を混ぜ合わせて畑を作りました。男たちは粗末な小舟で漁に出てしばしば帰りませんでした。人間が生きていくのには過酷すぎるこの島に司馬太郎は心惹かれていたのです。石類の低いあたりを乗り越えるとテニスコート2面ほどの広さの真っ平らな岩盤の広場があり、その向こうは大断崖となって大西洋に落ちている。大断崖まで腹ばいになって進んだ。私は国上首一つだけ出してみた。下は吸い込まれそうなほどに高い。アラン島というのは要するにそこを訪ねるだけでも人を脅かす島だということが突き出している首が考えた。アイルランドに行きたいのはアラン島へ行きたいからです。アイルランドへ旅立つ前、司馬太郎はアラン島の歴史や自然などについて須田国太に語りました。その島は一枚のまな板のような岩盤だけで土壌というものがほとんどなく、風が運んできた塵が岩の割れ目にたまってわずかにこびりついているのを両手ですくっては岩盤上に置き、石垣で囲んで畑を作りジャガイモを植えるのである。本来無一物。なぜそんなところに住んでいるんですと須田さんが聞いた。私が答えに窮していると、わかりましたと須田さんは自問自答してくれた。人間もタンポポも同じなんですね。
種子が落ちたところが極楽だと思って住んでるんですね。たとえ極楽だと思わなくても勇敢に住み続けるんですね。そこが人間の偉大なところですね。アラン島には人間の営みだけあって、人間を腐食させる妙理や妙門というものがなく、いわば前途を道元の都ではあるまいかと須田さんはご自分に引き寄せて感動し、その挙句わっちも心のアラン島に住んでいるんですというところまで話が形而上化した。須田国太の心の中のアラン島。これは須田国太のついに訪れることのなかったアラン島の風景と人々です。私どもが帰ってきて須田さんにお会いした時も、この人はアラン島はいかがでしたかとは聞かず、ご自分で作り上げたアラン島がいかに素晴らしいかを行ってきたもの以上の濃密さで雄弁に語られた。白く青ざめた岩、崖、岩盤、絶壁、黒い大西洋に向かって吹き飛ばされそうになる自分、静まり返る大きな空虚、その空虚がものを生み続けるんです。アイルランド紀行には須田画伯とアラン島という一章があります。そこで語られているのは須田国太の新作展会場での出来事です。画家が80歳を超えた祝いの会でした。画伯はいつもそいのままである。いざなわれて壇上に立った画伯はさすがに嬉しそうだったが、しかしこの人らしく、その気持ちの裏にこんな会など妙門妙理のあだばなに過ぎないと思っているようでもあり、お話の最後を、この会が終わりましたらわっちはアラン島に戻りますと締めくくった。いきなりアラン島が出て聞いている人たちは面食らったに違いない。アラン島というのは地名でなくて、もはや須田さんの哲学用語になっているのである。骨の髄から道元好きのこの人は正法眼蔵随文記の以下の言葉を生活の信条にしている。学道の人はまずすべからく貧なるべし、そうは三家一発のほかは財宝を持たず、巨匠を思わず、本来無一物ということが規定にある。わっちのアラン島は西宮の自宅です。何という別れになったものでしょう。私は今17年前須田さんとご一緒したモンゴル高原にいるのです。草原の夜は恐ろしいばかりの闇でした。歩きましょう、そうおっしゃるので20歩ほども歩きましたが、星空の中を歩いているようでした。星のどれもが金の鋲のように大きかったのを覚えています。この時須田さんは突如母君の背に追われている頃のことを思い出されました。あの星を取ってほしいとむずかられたそうです。美しいものを自分のものにしたいという画家としての出発はこの時から始まったのでしょう。
須田さんの大好きだった道元にあっては、世界は空であります。それも光に満ち溢れた世界であります。生死はささやかな一現象に過ぎませんが、ただ世におられぬという不自由さは、あのほのかなおかしみのこもった清らかなお姿やお声に再び接することができないということであります。しかしながら、私どもの幸せは目の前にご当人そのものである須田芸術があることであります。1990年7月16日、モンゴル高原より、司馬遼太郎。司馬遼太郎と須田国太、19年に及ぶ二人の長い旅は終わりました。街道を行くの挿絵はその後、桑野弘俊、庵野光政画伯に引き継がれ、1996年司馬遼太郎の突然の死によってピリオドが打たれるまで続きます。